後輩から今日もおにぎり食べてきたんですかなどのいじってもらえるようになって、このようなお手紙をいただけたことがものすごくやりがいを感じた瞬間でした。もう九州着いたら柚子胡椒という感じで過ごしてました。